宇宙には始まりはあるが終わりはない。無限。星にもまた始まりがあるが、自らの力を持って滅びゆく。有限。英知を持つ者こそ最も愚かであることは歴史からも読み取れる。これは抗える者たちに対する神からの最後通告と言えよう。オーカリン、行くぞ。これより会場に潜入する。エル、夫妻、小村、人数が少ないな。やはり機関の妨害が入っているか。何が始まるの？あ、お前はそれも知らずにここに来たというのか。タイムマシーン、すごいね。中鉢博士は我々研究者の抜け駆けをし、この世紀の発明の発表会へとこぎつけた。たっぷりとその考えを聞かせてもらうつもりだ。地震か？ん？いや、上か。これは？お前このために呼びつけたのか？このシリーズあまり残ってないのに、マユシーは100円玉を切らしちゃっているのです。甘ったれるな、マユリ。たとえ幼馴染であっても金は貸さん。へえ。お前に今人生の厳しさを教えてやろう。なんだこれは、塗装されてないぞ。メタル。あ？メタルだよ、メタルウーパー。レアなのか？うん、すっごく。ならば、くれてやろう。いいの、オカリ。法印強魔だ。ありがとう、オカリ。だから法印強魔だ。これより8階ホールにて中鉢博士の会見が開かれます。入場は。基本的なタイムマシンの構造は配布した資料をご覧いただくとして、ここでは基礎的な理論のみ解説していくことにする。これまで世界中の科学者がタイムメタルウーパー落としたみたいなので探してきます。タイムマシンの基本構造としては、ドクター！なんだいきなり。なんだではない。あなたのタイムマシン理論はなんだ。カーブラックホール、世界線、すべてジョン・タイターのパクリではないか。タイターは自らをタイムトラベラーと名乗り、2000年にはこの理論をネット上で発表しているんだぞ。知らぬとは言わせん。ブレナーもちろん知っておる。あんなインチキ理論と一緒にするなと言っているのだ。だったら説明してもらおう。あなたとタイターのタイムマシン理論の違いを。ちょっとあなた。怖い。タイターか。誰だお前は。それはこっちのセリフです。何だと。さっき何か言いかけましたよね、私に。さっき15分くらい前。何をトンチンカ。マキセ、
クリス。この前サイエンシーに論文が載った。よくご存知ですね。どこか大学の研究室の方です。貴様、まさか機関が送り込んだエージェント。機関なんです。私はただ聞きたいことを。それに答える必要はない。俺だ、機関のエージェントに捕まった。ああ、マキセ・クリス。誰と話してるんですか。なあ、問題ない。ここはなんとか切りな。あれ、電源が。特別に教えてやろう。それは俺以外が触ると自動的に電源がオフになる特殊任務使用携帯なのだ。そう、独り言。手短に聞きますね。さっき私に何を言おうとしたんですか。15分くらい前何か言おうとしてましたよね。すごい思い詰めたような顔で。俺は全てをお見通しなのだ。天才少女よ、次に会う時は敵同士だな。え、さらばだ。ちょっと。何の話だったんだ。俺に会ったとか。オカリン。マユリ、何をやっていた。メールしたでしょ。メタルウーパがないのです。名前書いて持ってたのに。落としたのか。多分。諦めろ。メタルウーパオークションじゃ1万くらいするんだよ。1万。うん。探せ。我がラボは今資金が完全に底をつきかけているのだ。見つけても売らないよ。1万あれば新たな未来ガジェットの部品を調達できるではないか。だから売らないって。今の。外に出ていろ。おい、誰かいるのか。マキセ、クリス。なんだ。どういうことだ。トゥットゥルー。はい、オカリン。一体これは。何が。人だ、
人がどうして消えた？消えた？消えただろ。今ここにいた人たちがみんな目の前で。さあ。さあではない。お前も見てただろ。なあ、なあ。見てない。何を言ってるんだ。